毛筆書写検定一級の課題、自由作品。前回こう漢字で書いたり仮名で書いたり投稿しているのですが、もう一回ね、少し大きく書いてみようと思います。いっぱいいっぱいにね。ビーフのノートの天地余白いっぱいいっぱい、にこう半節のサイズがあると想定して、この幅でということで、まず楷書、8時、6時、七五二句ですが、落語ルートになるとそういう軸張りになってますね。1、2、3、4、5、6、7、8、3、4、5、6、7、どのぐらいの間隔を空けるかっていうのも検定としては重要な評価ポイントになるので、まず誤字を書かないから始まって、楷書理由書きということであれば、どのぐらいの大きさで書いて、一級であれば書写体 OK だと思います。級字体 OK だと思います。さあ、そして2行目。課題は活字で示されます。旧字体のあるものは旧字体で示される。旧字体を書く場合、活字と書き文字では点画に違いのある文字がありますので注意してくださいと。旧字体の場合は旧字体で示してくれるんですね。
で、その字。まあ、どうするかということはありますけどね。今迷いながら書いたんでこういう書き順になってしまいましたが、で、落下が入ると。で、会社先なんで、ここは会社で。さあ、これをもっと思い切って。総称なるもので、これ必要いろいろあって、なかなかこれもね、どう判断されるかなということになります。で、ここまで下がってきてしまったら、下に落款を書くのがきつければ良いだと思うんですね。総称先なんで、書も当然総称で印が来るというスタイルになるかな。で、今漢字先に書きましたから。で、かななんですけれども、まあ、行きは漢字もかなも書きましょうだと思うんですよね。秋風にたなびく雲の絶え間より、漏れいずる月の影のさやけさ。これを半節いっぱいいっぱいにこう収める、二行書きにするとなるとどうでしょうね。
知ってる情報を実行とか麻痺の記憶そこを今一つ書いてみましたけれども、でかなに関してはこういうことなんですね。かな作品を書くとき、漢字、かなの課題の通りに書いてもよく、漢字をかなに書いたり、かなを漢字に書いても良いことになっている。また変体仮名を混ぜて書いても差し支えない。試験場で配布される画選手はかな用の加工室ではない。漢字かなとも同じ画選手ですので、かなを書く人には少し書きにくくて不利な気がします。検定用と同じ用紙を求めてよく熟練しておくのが得策でしょうとこう書いている。なんかこれ検定試験これで分かっちゃいましたよね。あの漢字優先、まあかな今実体の文章ひらがなの比率の方が高いです。ましたとかですとか接続詞とか簡単詞とか助詞助動詞形容詞の、送り仮名ことごとくかなですよね。でありがとうございますもありがとうを漢字にしないかなにするってことを考えると検定級ももう少しかなに配慮してもいいのかなと。まあ、どうしてもね中国の古典の臨床のウエットがすごく高いので、でかなは非常に限られてるんですよね。結局高野切れ、関戸本、原英本の古今和歌集とあとは次色紙末色紙、といった色紙の和歌、文章書かせることないんですよね。基本的には結局は短歌なんですよ。で、あとは俳句なんですよね。で、漢字から学字に文がこう多少ありますけれど、中国は逆に、碑文だとか、石徳だとか、いろんな文章の臨書、ことごとく中国の漢字の文章なんですよね。だからそれを考えるとね、どうなんでしょう。で、こちらが、秋風にたなびく雲の絶え間より折りずる月の影の清潔さ、これを書いてます。今度は、ここへ結構硬いですね。小山天秀先生のような柔らかさはないかなです。秋風少しこれだと広いかななんですよね。実際もっと多分縦長なのかなということで、もっとかなだったら柔らかくてもいいのかなというところでこう書いていくと、はい。
ちょっと柔らかく描いてみました。であとはここに印と